障害とは、IQ は平均的なのにもかかわらず、稀に平均以上の IQ を持つ人もいます。特定の分野において、本人の元の性格や努力や育て方にかかわらず、どうしても低型発達の人間より苦手なことがある先天的障害です。例えば、学校や親は、嘘はいけないことだ、と最初に子供に教えます。それをそのまま受け取り、初対面の人に向かって、あなたは太っているね、などと感じたことをそのまま言ってしまったりします。太っていると思っても、言ったら、相手は傷つくだろうな、言わない方がいいな、というような暗黙のルールを、低型発達の子供は、生活経験の中で覚えていきますが、アスペルガー障害の子供は、そのあたりの経験をしても、なかなか、相手の感情を推測することが難しいのです。では、どうぞ。スマホの普及とともに、SNS を利用する人が増えました。他人の日常に起きた出来事を覗く機会が増えたことで、楽しいこともあれば、ちょっと複雑な気持ちになることも。ある母親がブログに綴った、自身の誕生日に起きた出来事をご紹介します。娘にお祝いしたいと思わないの?と聞くと、エピソードをブログに投稿したのは、発達障害の娘さんを持つ、母親の桜井奈々さん。投稿の中で、自分の誕生日はいつからか少々複雑な思いをする日だったと告白します。その理由は、娘さんから一度もプレゼントをもらったことがないというもの。桜井さんは、我が子が元気に過ごしてくれるだけで嬉しいと前置きした上で、次のような本音を綴りました。できることは年々増え、成長は感じますが、何か形あるものが欲しいわけでも何でもないですが、元気に生きていてくれるだけでありがとうと思いますが、何とも言えない虚しさが、いつも誕生日や母の日にはありました。これまで、SNS で知人が発信した、子供から肩たたき券をもらったといった内容の投稿を見るたびに、少し落ち込んでいたという桜井さん。誕生日に、思い切って、娘さんにこう尋ねます。誕生日をお祝いしたいとか思わないの?すると、娘さんは、私は、ママ本人じゃないから欲しいものがわからないし、お小遣いか減るのも嫌だからとばっさり。桜井さんは、娘さんの反応に笑いがこみ上げてきたのだそうです。そこで気づいたのは、自身の心境の変化でした。娘さんが幼かった頃は、もっと他人の気持ちがわかってほしいと、もやもやしていたという桜井さん。数十年の間、子育てに悩みながらも、娘さんの成長を見守る中で、心にゆとりを持つ姿勢が芽生えました。桜井さんは、自身の体験をもとに、次のような考えを語っています。今は逆に楽しみです。一体いつになったら、お誕生日を祝ってもらえるか、そんな日が来るのか来ないのか、笑み。とりあえず元気でいてくれるのが、一番でそれだけで十分なのですが、人間というのは欲が出ます。少なからず、同じような思いをしてしまうママはいっぱいいると思うのですが、これは悲しんでも仕方ない。未来に期待し、こちらも一旦割り切るしかない。これが一番。と、今年から割り切ることにしました。笑み。桜井さんは、知らないうちに、周りの親子と比べてしまっていた自分を顧みて、気にしないという選択をします。ブログに対し、ネット上では、様々なコメントが寄せられました。ネットの反応。わかる。つい欲が出てしまう。知らないうちに、誰かと比べてしまっているんだよね。うちの娘の場合は、社会人になってからケーキを買ってくれるようになったよ。時期とかもあるのかも。切ないけど、子供からは、出産の時に一生分のプレゼントをもらったってことにしよう。子育てをしていると、我が子の振る舞いや周囲とのギャップを辛く感じることは少なからずあります。しかし、それ以上に子供から幸せや喜びをもらうことも、思い通りにはいかないところも含めて楽しめるようになったもの価値なのかもしれませんね。日常生活ではゆっくり
本人の話を聞いてあげると、当事者は気持ちが楽になると思います。